暑いな。だんだん気温が上がってきましたね。皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。ごめんなさい。8月の22日、また月曜日の始まりですね。午前中はね、割とエアコン消して窓開けて、まあなんとか走れてたんですけど、この時間になるとね、やっぱりちょっと、きつくなってきたので。ただね、汗ばむぐらいで走ってたというか移動してた方が体調的にはね、なんか良さそうな気がするんですよね。まあまだまだちょっと病み上がりでね、エアコンでこう涼しくしてた方がまあ楽っちゃ楽なんですけど、なんかでもね、こう汗の状態だとか、そのトイレに行く回数だとかね、そういうの考えてると、どうもちょっとこう汗ばむぐらいの暑さの中の方が体調はいいような気がしますね。それとやっぱ昨日の日曜日みたいに家の中に1日いて、多少ちょっとソニカいじったりもしてたんですけどね、家の中にてのんびりしてるよりは、例えば車洗ったり窓の掃除をしたりとかですね、ちょっと汗ばむぐらいに体を動かしていた方がなんとなくね、体の調子が良さそうな気がするんですが、その辺ちょわっとねって、腎臓のこの状況とね、どういうふうな絡み相関関係があるのかっていうのはいろいろね試していきたいと思っています。まあね、毎週その週に3回、病院に今行ってるわけですから、そこではね、プロの方々にこの状態把握っていうのをしてもらっているので、せっかくのねその状態把握ですの で数値も細かく取ってますから、いろいろちょっとね、まあ危なくない程度にいろいろやってみて、その辺の数値のブレっていうのを見て、あ、これは良さそうだな、これはちょっとなっていうのをね拾い出していきたいなと思ってますけどね。ということで、全然ちょっと話が違うことに言っちゃいましたけれども、今日月曜日ということで、先週お話した通り、右折の時に、フォグライトとヘッドライトをつけて右折するっていうのをやってはいるんですけど、なんかね、意外に右折の回数が私少ないかもしれない。今日朝8時半から仕事始めたんですけど、今1時45分に至ってまだね、数えるぐらいしかねライトつけてないんですよね。意外とさあつけるぞって勇んで気ね気負ってやってると、意外と右折はしてないんですよね。なのでちょっとまだまだね、進めていって、ライトオンを進めていって、ちょっと状況というか反応を見ていきたいなと思いますけども、まだね中間報告するような状況ではなかったです、すいません。ただね、改めてそうやって右折に対してこの気持ちをリセットして入っていってるじゃないですか。流れの中で運転していって右折っていうのから、一個こう自分の中でさあ右折するからライトをつけようって言って、問題なくない状況になったから右折開始しようとかって、その一旦右折に対する気持ちのリセットみたいなのが入っているので、なんて言うんでしょうね、対向車っていうか、まあぶっちゃけて言うと信号無視の対向車とかね、ガソリンを入れてガソリンスタンドから出てくるときに、道路に合流するときにずっと歩道の手前でこう待ってるわけなんですけども、信号が赤になって、さあこれから歩道をまたいで道路に入っていこうかなとすると、もう赤になってるにもかかわらず、信号を無視してくる車とかね、改めてその、まあ、右折だけじゃなくて、そうやって道路上を走ってる車の動きをね改めてこう見ていると、なんて今更なんですけどね、信号無視ってやっぱりね一つのね要因になってるかもしれないですね。右直事故だけではありませんけれども、今日感じたのは大きく2パターンあって、一つは右折で止まって、右折待ちで止まっていて対向車を見ていた時、まあ、自分が直進する時の、ね、気持ちになってもらうと分かると思うんですけれども、信号ってやっぱある程度先読みをしてると思うんですよ。
先読みの理由というのはやっぱり信号を無視しちゃダメだからね、捕まっちゃいますからね。ある程度ここはいけそうだな、この先の信号は捕まりそうだなっていうのを先読みして車速をコントロールしていくと思うんですね。特に貨物車、大型トラックなど乗られている方はその傾向あると思うんですけれども、今日感じたのはまずね、対向の直進車で言えばね、中型のトラック、まあ、3トン4トンぐらいかな、がやっぱりね、成り行きで走ってる方が多いですね。もう来て青だろうが黄色になろうがもう成り行き任せで、その成り行き任せの人はほとんどね、赤信号を虫気味に走っていっちゃいますね。で、見てた感じ、まあほとんどね、その大型トラックとかバスとかはやっぱ先読みをかなりしてるような気がします。車体を揺らすようなブレーキングをして信号待ちで止まるっていう姿はまず見かけないですよね。代わりにやっぱり偏見になるかもしれませんけども、3トン4トンのトラックがそういう、状態に陥っているのが多いのかなっていうのが、今日こう新たな気持ちで右折待ちとかね、信号待ちをしていると、見かけることになりました。はい、それともう一つがね、さっきガソリンスタンドから出てくるときにお話したように、信号を無視する体質の乗用車、これ本当分からないんですけどね、その赤信号を1個突っ込んだところで何が変わるんだろうって本当に思うんですよ。ましてやね、そこにお巡りさんがいたら捕まってね、違反金、反則金と、減点も食らうわけですから、何一ついいことはないのに、その明らかな赤信号をなんでそこを無視というか突っ込む、理解に苦しむんですけどね、という類の運転をする車、乗用車がやっぱり一定数いるんですよね。なのでこの2種類、成り行きで走っている中型トラック系の人たち、それからなぜかわからないけど赤信号を加速して抜けたがる人たち、そこで止まったからって何が問題なのかが本当わからないんですけど、理解不能ですけどね。今日は月曜日、ものの半日走ってて、改めてね、もちろんもともと分かっていることですけれども、改めてこの2種類のドライバーたちっていうのが、事故の原因とかやね、原因かなになってる、ぶつからないまでもね、遠い原因になってるっていうこともあるのかもしれないですね。なので自発的にライトをつけて曲がっていくっていうことはまだちょっと いろいろやってみつつもですね、改めてその気になる成り行きで信号を無視してしまう車とトラックと、なぜだか赤信号を突っ切りたがる車、この2つをねやっぱり運転の中に見なしとしてやっぱり入れていかないとやっぱりぶつかっちゃいますよね。視界がいいところでは当然ぶつかりませんけれども、ちょっとね辻褄が悪合わない、お互いにね、右折する方も直進する方もお互い視界か何かの辻褄が合わないところを、その成り行きで走っていたらやっぱりねぶつかっちゃうわけですよね。改めてそれをね強く感じたこの半日でしたね。半日でしたらね、なんかね、数少ない、さっきね何回かしかまだ右折してませんって言ったんですけど、その中でもそうやって、信号をぶっちぎった北系のトラックはね、1、2、3台ぐらいはいたでしょ。それから信号、赤信号で突っ込んでいく系の車はそのガソリンスタンドから出てくるときに、その手前の交差点を突っ切る数車を見かけたっていうのも含めて、今日はトラック3台、乗用車1台ちょっと危険な運転見ましたね。100人がいて100人がその品行方正な運転をすればじゃあ事故はないのかって言われたら、
状況判断でここは行かなきゃとかね、ここは止まろうと思ったら突っ込まれたとかね、やっぱり流れの中で辻褄が合わなくて事故になるっていうことはあると思うんですけれども、ただ最低限ね、やっぱりその車が交わる部分のところ、交差点や、まあ、右折もはじめそういうところですけども、そこはねやっぱりね、信号だけ見てる、自分の都合だけで考えるっていうのはやっぱりダメなんだと思います。ルールに基づきながらも、周りの前後左右の状況を見ながら、当然歩行者も入ってきますよね、自転車も。で、最適なバランスを、ある程度のバランスを取れる人じゃないとやっぱり事故ってしまうっていうことなんだと思いますね。はい、ということで今日はね、まずね、先週お話したことの、半日ちょっとやってみて、思いのほか右折が少ないんで、ちょっとね一旦、報告という形で先に、お話を上げてみました。はい、また1週間始まりましたね。皆さんどうぞ運転気をつけて、暑いんでまだ頑張ってくださいね、体気をつけて頑張ってくださいね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ。